初月は日本海軍の駆逐艦、秋月型駆逐艦の4番艦である。艦名は新月の伊、特に陰歴8月の初めの月を意味する。駆逐艦初月は日本海軍が太平洋戦争で運用した秋月型駆逐艦の4番艦。1941年7月末から1942年12月末にかけて舞鶴海軍交渉で建造された。 竣工後の1943年1月15日、秋月型2隻は第10戦隊機下の第61駆逐隊に編入される。姉妹艦と共に中部太平洋方面や南東方面における艦隊の護衛、各地への輸送任務に従事した。1944年1月16日、特設巡洋艦赤木丸を護衛していた61、かは、 文後水道沖合で、米潜水艦に襲撃され、ひかみなりした、両月が大破。諸月や、応援部隊は、両月を栄光し、クレまで送り届けた。以後、第10戦隊は、輸送任務や小沢機動部隊の護衛任務に従事する。同年6月末のマリアナ沖海戦における、第17駆逐隊と、秋月型4隻は、第1航空戦隊の名をえとなった。 マリアナ沖海戦の大敗後、日本本土に戻った、秋月型各艦は主に内海西部で訓練に従事した。7月下旬、空母、随法の護衛部隊として、小笠原諸島方面を行動した。10月下旬、早1号作戦において、現在の秋月型4隻は、小沢機動部隊に所属して、おとり部隊となる。10月25日の空襲で、 空母随格が沈没すると、諸月は、同艦乗組員を救助。さらに他の沈没艦や、損傷艦を救援中、追撃してきた、デュボース帝特指揮下の米軍水上艦艇部隊と、交戦。軽順民鈴等を逃がすため諸月は、単艦で、米艦隊と交戦。集中砲撃を受けて撃沈された。1939年度火唱大107号艦。当初は、 昭和16年6月に帰港し、1943年5月に、春工というスケジュールが立てられていた。また、戦争直前に内示された、昭和17年度海軍戦時編成によれば、秋月型3隻で、第25駆逐隊を編成予定。第25駆逐隊は、空母、交将及び、特設航空母艦2隻と、第7航空船隊を編成予定であった。 だが、この編成を実現する前に、太平洋戦争が勃発したため、秋月型3隻が第7航空戦隊として、実戦に参加することはなかった。本艦は1941年7月25日、舞鶴海軍交渉で寄港。1942年3月1日、足釣り型給油艦、足釣り等と共に命名、同日府で、秋月型駆逐艦に類別された。 4月3日に浸水。初月偽装建造中の6月11日、舞鶴海軍交渉で、秋月型一番艦、秋月が竣工している。同交渉は、軽巡洋艦、中屋、駆逐艦複数隻等の修理を実施しつつ、初月や島風型駆逐艦、島風の偽装工事を行った。同年10月20日、日本海軍は影楼型駆逐艦八番艦。 石風初代駆逐艦長等を歴任した田口翔一中佐を初月偽装委員長に任命した。翌日、舞鶴交渉に偽装委員事務所を設置。12月15日、田口偽装委員長は正式に初月駆逐艦長となる。初月は12月29日に竣工した。また、舞鶴交渉では朝潮が駆逐艦2番艦、大潮の修理が完了。 ラバウル方面へ進出するためマイズルを出発した。同日府で、秋月型2隻、遊具モ型駆逐艦、大波は、警備駆逐艦に定められる。2隻は、横須鎮守府部隊に編入される。1943年1月7日、初月は追加の特急工事を終えて、マイズルを出発した。1月15日付で、第3艦隊に編入され、第1戦隊。 第61駆逐隊に配属された。第61駆逐隊は、秋月型2隻で編成されていたが、正月は前年12月12日に、第2水雷戦隊機関として、ガダルカナル島輸送作戦十字中に沈没しており、本艦編入と同日付で、第61駆逐隊から除籍されている。第61駆逐隊は、秋月型3隻で編成されることになった。 横須賀への開港の途中の1月16日未明、初月は潮の岬沖で浮上していたアメリカの潜水艦ハダックを発見するも逃げられた。田口駆逐艦長が砲撃を命ずる直前に敵船は潜水してしまったという。1月19日、ブーゲンウィルト方面で秋月がアメリカの潜水艦ノーチラスの来撃で大破した。その際に木村司令官は負傷したため、 1>, 1月21日府で第二水雷戦隊司令官小柳富継少将が第十戦隊司令官に任命された。2月3日、第61駆逐隊司令はノリマン大佐から大江ランチ大佐に交代した。2月19日、第61駆逐隊はトラック白地から佐世保へ開港中の艦隊を出迎えた。本艦は3月まで本州近海で行動に当たった。 3月9日、関門海峡で、測定事故を起こして、呉海軍交渉で修理が行われた。3月21から22日、駆逐艦4隻は、第2航空戦隊の空母2隻、第8船隊の重巡洋艦2隻を護衛して、瀬戸内海を出撃し、3月27から28日に、トラック諸島に到着。この頃、日本海軍は、ソロモン諸島、 ニューギニア方面への航空攻勢作戦である移号作戦の計画を進めていた。同作戦実施に際し、パイロットは、もちろんのこと、整備員など航空要員をラバウルに輸送する必要があった。4月1日に、カビ園に進出。4月3日、同白地で、従順洋艦、アオバが、夜間空襲を受け大破、格差した。初月は炎上する、アオバの援護を行った。 5月12日、連合軍は、アリューシャン列島のアッツ島に上陸を観光、アッツ島の戦いが始まった。連合艦隊は、主戦力を東京湾に集結し、北方作戦に備えることを決定する。全連合艦隊長官山本五十六大将の遺骨内地機関を兼ねて、山和型戦艦二番艦、武蔵がドラッグ白紙より内地へ帰ることになる。5月17日、 駆逐艦5隻は、戦艦3隻、空母、飛用、従順2隻を護衛して、トラック白地を出発。5月22日、横須賀帰着。山本元帥水の選手は21日に公表され、通夜及び、国別式は23日、武蔵館場で行われた。5月29日、アッツ島の日本軍守備隊玉砕によりアッツ島の戦いは終わる。秋月型3隻と、 第27駆逐隊は、第1航空船隊と巡洋艦2隻を護衛して内海西部に移動した。6月21日、第10船隊司令官は小柳少将から多すぎ、森和少将に交代となった。6月30日、内地開港中に船隊断裂に見舞われた秋月が長期修理を余儀なくされて、第61駆逐隊から助籍。胴隊は、 秋月型2隻となった。7月8から9日、南海第4守備隊を各艦に便乗させ、空母4隻、水上規模艦、日清、重巡洋艦3隻、軽巡洋艦2隻、駆逐艦部隊は日本本土を出発した。暗号解読や領艦からの通報により、2隻の米潜水艦、ティノサトポーギーが、トラック諸島近海で小沢機動部隊を待ち伏せていた。 ティノサも距離3500メートルで魚雷4本を発射するが回避され小沢艦隊は被害なくトラック白地に到着したトラック機後第61駆逐隊は機動部隊第1部隊の指揮下に入った7月17日大本営は南海第4守備隊の南東方面転用を発令する七月十九日第十一駆逐隊は第八戦隊 第10戦隊機関阿賀野、巡洋艦2隻、第4駆逐隊、第17駆逐隊と共にトラックを出撃。ラバウル到着後、61×10 戦隊から、分離、南海第4守備隊を乗せて7月22日深島に到着する。輸送任務を成功させ、ラバウルに残った第4駆逐隊以外の各艦は26日にトラック白地へ戻った。なお、 ブーゲンビル島の部位に向かった日清隊の分隊はアメリカ軍機の空襲を受け日清は撃沈された。第4駆逐隊も8月6日ベラワン野戦で撃沈された。8月8日駆逐艦3隻は第5戦隊を護衛してラバウルに到着南海守備隊第3次進出隊を揚陸した。8月15日第十一駆逐隊に秋月型6番艦。 若月が編入され、胴体は秋月型三隻編成となった。若月は第二水雷戦隊や第十戦隊領艦と共に主力艦部隊等を護衛して8月23日トラック、白地に。9月と10月には機動部隊に随伴してマーシャル諸島方面へ出撃したが、快適の機会がなかった。10月27日、第61駆逐隊は、 第4艦隊機関、鹿島を護衛して30日に、クエゼリン艦章へ到着した。10月31日、修理を終えた、秋月が第61駆逐隊に復帰、胴体はようやく秋月型4隻編成となった。11月10日、ラバウルからトラックに向かっていた輸送船団が、アメリカ潜水艦スキャンプの魚雷攻撃を受け、 輸送船東京丸が沈没の危機に瀕したとの報を受け、第61駆逐隊はトラックを出撃。現場に到着して東京丸の援護に当たった。11月12日0810、初月は東京丸の栄光を開始する。しかし、1210、東京丸の右辺への傾斜が著しくなったため、栄光を断念し、栄光策を切断。第61駆逐隊と、 両線温竹山丸が見守る中、1455に東京丸は沈没した。東京丸の沈没に先立つ、同じ11月12日の朝、スキャンプは11月5日のラバウル空襲で損傷を受けトラックに戻る、途中の2隻を襲撃、アガノーを来撃して、航行不能に陥らせた。初月は東京丸援護を終えて間もなく、救援に駆けつけ、また軽巡。 ながらや、両月島もトラック白地より到着した。さらに従順、マヤと潜水母艦、長芸のトラック開港を護衛していただいに、水雷戦隊も、マヤ、長芸護衛に駆逐艦3隻を残し、3隻を持って、アガノ救援に急行。アガノは、合計8隻に護衛されて、トラック白地に到着した。11月20日、クエゼリン干渉。 エニウェトク干渉への緊急輸送作戦、閉作戦に参加して、トラックを出撃。作戦終了後の12月3日、阿賀の損傷時に負傷した、大杉司令官は退任、木村進少将が再び第10、戦隊司令官職に就いた。12月7日、従順洋艦蓄馬艦長式のもと、61× は、軍艦2隻を護衛して、トラックを出港し、 12月12日に、クレに到着、第61駆逐隊は再び分散した。12月12日、第61駆逐隊司令は、大江大佐から泊まり三吉大佐に交代した。修理後の12月23日、第61駆逐隊は、ウェイク島に送られる独立混成第5連隊と、戦車第16連隊主力を乗せた、特設巡洋艦、赤木丸を護衛して、 クレを出撃し、1944年1月1日にウェイク島に到着した。第1回輸送を終えてクレに帰島し、今度は、砲兵大隊、工兵隊、衛星隊を赤木丸に乗せた第二次輸送部隊となり、1月15日に瀬戸内海を出撃する。だが1月16日に、 文語水道で、両月が、アメリカの潜水艦スタージョンの来撃で大破して、白と両月艦長は戦死、便乗中の陸軍将兵も多数戦死、輸送作戦は一旦中止された。両月を、スクモワンまで、栄光の後、火を改めて、赤木丸を横須賀まで護衛した。駆逐艦三隻は、同艦以下三隻を護衛して、ウェークに向かうが安国丸を撃沈され、2月1日に、 トラック白地へ到着した。部隊の一部は水上規模艦が津島によってポナペ島へ輸送された。1944年2月6日、第61駆逐隊は巡洋艦2隻、空母2隻を護衛して、相本沖を出撃し2月13日に湘南に到着後、林河白地に開港されて訓練に入った。3月15日、若月と共に、 日本向けの輸送物件を搭載して、湘南を出港し、3月21日に、呉に到着。両月飛来時に戦死した泊まり大佐の公認として、3月20日府で、天野茂高大佐が、第61駆逐隊司令に任命される。第61駆逐隊は、林河白地に向かう新鋭空母、大砲の護衛のため3月28日に、瀬戸内海を出撃し、 4月4日に湘南に到着した。リンガ博地では、対戦総統と空母発着艦訓練警戒艦を務める。5月11日、顎作戦準備発令に伴って、機動部隊を護衛して、リンガ博地を出撃し、5月15日に、たびたびに到着して、湾外での対戦総統に従事する。6月13日、顎作戦決戦用意発動に呼応して第一 機動艦隊は、たびたびを出撃。6月19日のマリアナ沖海戦第1日、小沢司令長官次期卒の後部隊は、空母3隻と護衛部隊で編成されていた。初月は、小沢機動部隊機関の司会内にて名江を務め、同艦が、米潜水艦アルバコアからライン撃されると、敵潜水艦の制圧に従事して、主体と分離した。空母二隻沈没後、 本艦は、第17駆逐隊や、第61駆逐隊領艦と協力し、沈没艦の乗員救助に当たった。海戦、第2日目の6月20日、後部隊において本艦は、機関の作法に位置し、午後からのアメリカ第58任務部隊の、関西域による空襲に対して10センチ砲弾189発、機銃弾3030 30発を撃った。海戦に敗れ、 6月22日に中条湾に寄港の後、6月24日に瀬戸内海に帰島した。田口駆逐艦長の改装によれば、中条湾で初月は随格に横付けを命じられ、駆逐艦から空母へ燃料を給油することになったという、呉海軍交渉で整備を実施。7月23日、第三航空戦隊と護衛駆逐艦4隻は連合艦隊から、 海上護衛隊に発出され、南方諸島強化のための輸送作戦に協力することになった。7月25日、第61駆逐隊は瀬戸内海を出港し、横須賀に向かう。7月30日、五石は横須賀を出撃、七島行輸送船団の間接護衛にあたる。対戦紹介を実施した後、横須賀に帰島内海西部に移動後、 サセボ海軍交渉で修理を行った。なお、輸送船団と小笠原諸島は8月4日から5日にかけてアメリカ軍機動部隊に襲撃され大損害を受けた。第4804船団では損傷艦艇を逃がすため松ヶ宅地区間に一番艦、松ヶ単艦でアメリカ軍の水上艦隊に突入した。護衛団司令官高橋一松少将は我、 敵巡洋艦と交戦中。これより反転、突撃死と最後の打電を行った後、同艦は撃沈された本作戦中の8月1日付で、田口大佐は初月駆逐艦朝食を解かれ、6月8日に、米潜水艦に撃沈された遊具型駆逐艦3番艦、風雲駆逐艦長橋本金松中佐が初月2代目駆逐艦長に任命された。 修理後の8月25日、三隻は、ユヤ湾で、対戦訓練を行った。10月17日、アメリカ軍が、フィリピン、レーテ湾のスルアン島に上陸し、日本軍は、早一号作戦を発動した。この作戦は、第三艦隊司令長官、小沢寺三郎中将を率いる、第一機動艦隊が、おとりとなって、第38任務部隊を引きつけ、その隙に、 栗リタ・雄中将を率いる第二艦隊主力がレーテ湾に突入し、アメリカ軍の上陸部隊を撃破するというものであった。10月20日、第61駆逐隊は、機動部隊の護衛艦として日本を出発し、23日には、沿岸の岬沖に進出した。10月24日午前11時45分、小沢機動部隊から攻撃隊58機が発進して、 アメリカ軍機動部隊攻撃に向かい、正規空母一隻、撃沈、一隻撃破を報告した。実際の損害は、ほとんどない。また、松型駆逐艦二隻が、燃料不足のため艦隊から離脱した。続いて、小沢中将は、航空戦艦二隻、第61駆逐隊、第41駆逐隊に対し、南方に進出、後期に応じ残敵を攻撃すべしと命じた。 前衛部隊はアメリカ艦隊を求めて南下したが、小沢中将が午後10時30分に北方退避を命じたため、秋月型4隻も4航船に従って反転した。10月25日午前7時、前衛部隊は第三艦隊司令長官小沢寺三郎中将が指揮する機動部隊本隊と合流した。前衛艦隊は空母を中心とした臨境陣を組んだ。 25日対空戦当時の小沢機動部隊は、第3航空戦隊の空母4隻、第4航空戦隊の航空戦艦2隻、軽重二洋艦3隻、駆逐艦6隻で編成され、さらに第1軍と第2軍に分離していた。この後、小沢機動部隊は、沿岸の岬沖において、第38任務部隊の艦載機による空襲を受ける。 空襲により、随格以下4隻が沈没し、玉が、ひかみなりして、単独離脱、空母、千代田が、大破漂流状態となる。秋月乗組員は、駆逐艦、牧に救助された。駆逐艦3隻と共に、随格、随方上院救助に当たった。また、被弾損傷した、牧は、北方へ離脱中、単艦で南下する、諸月と遭遇、諸月は、 我が関西内科艇収容のため引き返すとの手渡信号を送り、すれ違った。この後、初月は、軽巡、伊子図と共に救助作業を実施するが、突然砲撃を受ける。演画の三崎沖海戦前日の10月24日、第三艦隊司令長官、ウィリアム・ハルゼー大将は、栗田艦隊の進撃に備えて、これまで空母の名をいに当たっていた戦艦や巡洋艦、 駆逐艦を持って第34任務部隊を編成し、司令官にウィリス・エリー中将を任命した。ハルゼー大将は当初第34任務部隊をサンベルナルジの海峡付近に待機させたが、南を行く西村昭司中将の艦隊は第7艦隊指揮下の砲撃部隊で対処でき、栗田艦隊が空襲で引き返し再び闘進しても、 これも第七艦隊の砲撃部隊で対処できるだろうと考え、当面の撃破目標を北の小沢中将率いる機動部隊に絞って北上した。ところが戦況は春勢大将のシナリオとは全く異なる様相を示した。栗田艦隊がサマール島沖に出現して護衛空母部隊を追いかけ回し、近景度中将の泣きとに加え太平洋、 艦隊司令長官チェスターに3つ大将からの第34任務部隊はどこにいるか。世界がいぶかっているの伝聞を受けショックを受けた。春イ大将は空母部隊のうち1個任務軍と第34任務部隊のうちの戦艦と軽巡洋艦、駆逐艦を難化させ、残る空母部隊及び巡洋艦部隊は北上した。重巡洋艦ウィッチタ、ニューオーリンズ。 軽巡洋艦サンタフェ、モービルと12隻の駆逐艦からなるデュボース少将の巡洋艦部隊は16時25分に漂流中の空母、チヨダを発見して撃沈したが30分を費やした。巡洋艦部隊はさらなる敵を求めて北へと向かう。18時40分、巡洋艦部隊からの作敵機は1隻の巡洋艦と2隻の駆逐艦を発見し、 やがてレーダーでも三つの目標を探知するようになった。目標が射程内に入るや、稲や、まずモービルが砲撃を開始いて、エビチタも砲撃を開始した。初月は突然の砲撃を受けたものの、すぐさま円幕を張って26ノットの速力で、ジグザグ航行を行い敵弾をかわしつつ、敵水上艦艇と交戦中と打電。二隻もこれに続いて北方への脱出を図った。 やがて、諸月は、反撃態勢を整えて、巡洋艦部隊に単独で突進し、巡洋艦部隊は、魚雷発射を警戒して二度にわたる回避運動を行った。デュボース少将は、駆逐艦で足止めを試みつつ、さらに砲撃を続けた。諸月では、火災が発生したが、速力20ノット前後で反撃を続けた。遭遇して約1時間後、飛害の距離が、 約5400メートルに縮まったところでサンタフェが照明弾を発射。これによってさらなる集中砲火を受けることとなった。徐々にまた慎重に砲火を浴びせ続けた結果、20時45分頃には航行不能に陥る。駆逐艦、ポーターフィールドが止めを刺さんと接近しつつあったその時、アメリカ軍の記録では20時59分、爆発を起こして艦首から沈没していった。 沈没地点は、北緯20度24分統計126度20分、北緯20.2400度統計126.333度、2 0零4 0 0 1 2 6 3 3 3と記録された。初月の噴戦により、小沢中将率いる機動部隊の弾存艦は脱出に成功した。駆逐艦長橋本金松仲裁二290名が戦死。 第61駆逐隊司令、天野茂高大佐、救助された、随格上院もまた同じ運命をたどった。この時、随格上院救助中の初月内家庭が取り残されて、流二21日目に、台湾に流れ着き初月上院8名と、随格上院17名が生還している。11月15日、第10戦隊は、解体されて、残存戦力は、 第2水雷戦隊へ統合され、重戦隊司令官、木村進少将は職務を解かれた。また、厚生艦2隻喪失及び駆逐隊司令の戦死により、同日府で第61駆逐隊は、解体、残存2隻は、第41駆逐隊に編入された。だが、第3次多合作戦に参加した、若月は11月11日に、 オルモック湾で、島風型駆逐艦、島風や遊雲型駆逐艦、長波等と共に撃沈されており、41× への返入は書類上のことである。12月10日、2隻は、秋月型駆逐艦、帝国駆逐艦隻より除籍された。艦長たちの軍艦誌355から356ページによる。田口昭一中佐。 1942年10月20日から12月15日、田口正一中佐。1942年12月15日から1944年8月1日、橋本金松中佐。1944年8月1日から10月25日、戦死。ありがとうございます。